皆さんこんにちは。今回は百層実装直後でいいオーダーがほんと来すぎなんで、ちょっとそれどれを優先して引いた方がいいのか、始めたばかりの人がちょっと分かんなくなると思うので、それちょっと触れてから、まあ、このオーダーね、白衣の天使オーダー引いていこうかと思います。でまずどれ優先して引いた方がいいかって、大雑把ですよ。大雑把に言うとこの百層への道のりオーダーを一番に引いた方がいいです。でこのヒースクリフを狙うのが一番いいです。2番目はこの白衣の天使オーダーのこのサーニャを狙って引くのがいいです。3番目、このストレアのこのライトマジックっていう防御力が上がるやつ、これを狙って引く方がいいです。で4番目はこのスクフェスオーダー、まあフレームブーストとかまあいろいろあるんですけど、まあこのね突土の、弓のソードスキル、モッドスキルですね、これがもしかしたら次の階層の、モンスターの弱点属性が突土なんじゃないかって言われてるので、まあいいんじゃないかって言われてるんですけど、まあこれがね一番ね優先して引かない方がいいとは思うんですけど、まあまだねこれ映画オーダーなんでわかんないんですよ。5周年で環境がガラッと変わるかもしれない。今月の最後か、11月30日かなあたりに5周年を迎えるんですけど、まあこれを引いて出たやつがもしかしたらそれでなんか変わるかもしれない、まだ全然わかんないんですけど、何周年記念かで毎年ね新機能のスキルレコードがね出てきてるので、まあ何か変わるかもしれない。映画オーダーってすげえ後になってなんか使えるようになったりとか、まあ本当に出たばっかはよくわかんないのとかも結構来るんで、で本当に大雑把に言ったんですけど、これパワーライズ3の覚醒なんですよ。これパワーライズ3ってこれ書いてあるじゃないですか。これ効果持っててもこれは俺は個人的にですけど引いた方がいいと思う。でこれはこっちの方のパワーライズ4は、まあ、自分でこれ持ってたら引くかどうか微妙ですけど、まあジェムが足りない人は引かない方がいいのかなって個人的に思います。まだちょっと全然わかんないですけど、まあ大体そういう感じです。ということで今回引くオーダー、これね引いていこうかと思います。今15355ジェムあるので、2周ぐらいですねできそうなので、ちょっと引いていきます。ステップ1いきます。これで出るかどうかですね。まあ、出なかったら、まあ、出なかったでもう諦めるんですけど、もうジェムをふんだんに使っていきます。ステップ1は、まあ、もう出ないのはまあ全然しょうがないんで、まあ、2周すること前提なんで、ちょステップ2いきますね。これもうステップ2スキップでいいか、スキップでいいや、出ない、ほら出ないんでこれ、まあ、出ないんで、でステップ3は、普通に引いていこうかと思います。スキップしないで、まあ、スキップしたいんだけど、この片手直拳はもう飛ばしてもアビリティ以外飛ばしちゃおう、うん、飛ばします。なんか他に出るとしてもちょっと飛ばしちゃって、あこれはおアーチャー星さんですね。覚醒のパワーライズを未だに持ってないんで、まあ、覚醒効果がスタックブーストっていうことで、バフスタックをね上昇させる覚醒効果なんですけど、まあ、スタックっていうのはバフとか状態異常とかデバフのレベルみたいなもんですね。バフって制限時間内に発動しているやつなんですけど、その時間内にもう一度同じやつを打つと制限時間がリセットされて、そのバフのレベルが上がるんですよ。でレベルが上がるたびにどうなるかっていうのは、そのスキルレコードの効果テキスト自体に書いてあるんで、全然出る気配がないですね。弓はおあ持ってる、え待って持ってるんだけど、これ確定枠、うわ舐めやがって、これちょっと待って、あれ前回動画短くしすぎたかな、ちょっともしかしてこれ全然出さない気かな、ちょっともう一回ちょっと引いてみます。これもうステップ1はこれスキップしよう、これあーもう全然ダメ、ステップ2行こう、ステップ2これ出てほしいんだけど、これもうあーもう出てほしい、あーやめ、もうス
キップしないからさ、出してくれよ。あ、もしかしてあの十層の桜の木の下で拝んだ方が良かったかな。あの桜の木の下とか、あの61層の NPC 霧雨さんっていう方がいるんですけど、その人に拝んだ方がいいのかな。なんかね、あのいろいろジンクスがあるんですけど、お、アメリティ来い、アメリティ来い、もう来ないと、もう来ないと、本当にもう、お、あー、もうね、潰すぞマジで。え、マジで、え、もう、あー、もうこれ来てくれ、来てくれ、頼む頼む頼む、頼ま、頼、頼もう。え、マジで来ないとね、ほんとね、おこだよ、ほんとに。え、マジでもうさ、調子乗ってない、マジで。え、あー、もうこれ絶対出ないパターンだ。うーわ、でも引くよ。もうね、爆死と分かっていても引く。もうあのね、しょうがない、このゲームは爆死するもんだから。あ、来い来い、来てくれ、もう確定枠じゃなくていいから、来て来てよ。もうこれ絶対、前回さ出て俺すぐ動画終わらしたからさ、あのわざとさ盛り上げるためにさ、あーもうね、変、もうちょっとあれだな、喜びをかみしめておくんだったかな。ちょっとね、早く終わらした方がむしろ動画的に面白いのかなと思って、ちょっと早く切っちゃったんですけど、あれよろしくなかった。おーま、あ、え、あ、うー、これ、んー、まあ、残土の直剣もがさ持ってないからすっごくいいんだけど、うわ、2周してこれゴミマジで。あー、もうステップ1引きます。マジステップ1、あー、もうステップ1でもいいから来て、もう本当に来い来い来い。マジ来ないと、どうし、どうやって俺生きていくのこれから、マジで。なんでこれ、なんでそういうことすんのこの人たち、この、ま、マジやめてよ。これさ、盾とか、何これ、絶対何も出ないじゃん。あ、あ、来い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 、俺来ないと、あ、来ないと、もう明日から食事、あ、食事抜きとか、いや、あ、よ、食事は抜かないけど、マジでさ、明日から夜しか眠れないっていう定番パターンになるじゃん。この人さ、お、まだわかんない、まだわかんないぞ、まだまだわか、まだわかんないぞ、いや、まだわか、わかんない。おいおいおい、では、この野郎この野郎この野郎、マジで、なんだよ。いや、まあ、あれっすよ。6周しても出るかわかんないっていう分析だったんで。いや、まあ、仕方ないんだけど。仕方ないんだけど。キーキーし、待って待って、新規が残土の直径もっと1枚だけ、マジで。ちょっと待って、新規、あ、これはあのイベントやつか、新規これだけ、ちょっと待って、新規さこれだけ。俺なんで、なんで。いや、もう、まあ、みんなね、これね、本当にね、爆死オーダーなのでね。爆死する、本当にこれもう、ね、だってこれ 8.125% だよ、確定枠。もう分かってて引いたけど、いや、もう納得せざるを得ないんだよな、もう。あの、しょうがないと思うしかない。もう引く人はもう覚悟の上引いてください。俺みたいに今回そのピックアップが1枚も出ないどころか、なんか残土の直径もっと1枚しか出ないみたいなことも十分起こりうるので、それにね、
配慮となんていうの、そういうのね分かった上で引いてください。本当にこういうことなんだよ、これしか当たらないとかなんかね、このそう、これが本当に当たりにくい。だからさっき優先順位これが一番って言ったけど、こっちのがまだ当たりやすいんですよ。まあ、前回ねガチャオーダー、これあガチャオーダーってなんで、ガチャオーダーって言い方変だな、なんだそれねこれ引いたんだけど、オーダー動画やったんだけど、ガチャ引いてみたやつやったんだけど、これね確定枠ど2つともね16.250% で、まあこれもね2周しても出ないっていう人全然いるんですよ。あの新星を1枚確定じゃないから、だからまあ出ないっていうこともね、これ全部そう、全部新星4確定じゃないからピックアップ出ない可能性あるんですよ、この上の3枚はね。まあだから十分ね気をつけてから引いてみてください、引く人は。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録してもらえると次の動画作りのやる気が出ます。では失礼します。